こんにちは、速稼塾の僕です。今日はですね、緊急で皆さんにお知らせしたい暗号通貨の情報があります。それはですね、ずっと皆さんがベンチマークしていたコインチェックという取引所に新しい、暗号通貨が厳しい選定条件をクリアして上場される見通しとなりました。いきさつやその他の根拠っていうのはちょっと後に、させていただきます。ただ根拠というかね、結果だけお話したいと思います。次に採用されるコインの名称はカルダノコインの可能性がかなり強まりました。いろんなね、根拠と裏付けを元にするとこれ以外ないかなというところなんですよ。ただ一つ懸念材料としては、泉忠氏がエーダの販売に関わっていたということなんですよね。泉忠氏っていうのはもう皆さんもご存知のように、暗号通貨とかね、 ICO とかその他の情報素材に対して訴訟を起こされるほど被害者を作り続けた、まあ、いわゆるね、ちょっと困った方なんですよね。まあ、ですんで、カルダノエーダが上場すると泉忠氏がその功績を誇ってまた新しいね、ちょっとよくわかんないビジネスを展開する可能性があるんですよ。まあ、そうなると非常に、エーダの印象も悪くなる、暗号通貨の印象も悪くなるということで、圧力が働いて、エーダっていうのの上場が取りやめになる可能性があるんですよね。だから懸念点としてはこの一つだけです。今泉忠さんがエーダの販売に関わってしまっているということがかなりのブレーキに今なってますね。いわゆる足を引っ張られている状態なんですよ。もちろん泉忠さんが本当にいいと思って紹介したものの中でたった1個が当たったから、泉忠さんが全然ダメですよっていう風なね、短絡的な結論ではなくて、もうね、この印象としてエーダが何の色がついてるかってことなんですよ。日本の中ではやっぱりね、あの泉さんのコインっていう風になって、泉さんも実績を誇るときに必ずこのカルダノを出してくると思うんですよね。そうなったときにカルダノっていうのが大いな向かい風を受ける可能性があるということですよね。最終的な懸念材料としては泉忠さんがエーダのセールスに関わってしまったということなんですけども、ただコインチェックで上場されるコインとしてはこのカルダノのエーダっていうのがかなり可能性が強いのは間違いないかなと思います。あと判断は皆さんがね、どうされるかなんですけども、私の場合はこれも見込んで泉さんのことも考えて、カルダノエーダ1本でやってまいりました。XRP っての上場後に購入しましたんで、FX の理論でずっと利益を取っていけるとは思いますけども、ADA に関しましては上場後の追加購入ではなくて、完全に私は ICO で購入しましたんで、この後のね、利上げだけがポイントなんですよね。あとはカルダノっていうのをきちんと売り抜ける場所があるかどうかですよね。私の場合はこれを OCBC 銀行に設定しております。今回の放送は以上です。とりあえずは限定公開でこの情報をお知らせして、後々一般公開にしようかと思います。皆さんはまた、ね、自分の判断を信じていただければと思います。それではね、第一報をお届けしました。失礼しました。根拠ですとか裏付けに関しましてはまた別の動画をね、追加配信しますので、ちょっと待ってくださいね。とりあえずこれだけお伝えしたいと思いまして、動画にさせていただきました。では失礼します。